今回は2023年秋冬新作商品オールストーリーポケットポシェットのご紹介です。革は防水効果のあるスコッチガードを芯まで浸透させた防水レザーを使用。革本来の良さを生かしつつ防水防音と機能的なのが嬉しいですよね。ポケットポシェットと名前の通り、ポイントはこの大きなポケット。ここにはスマホなど出番の多いアイテムを入れていただくのに便利です。このような少し小さめなスマホでも中央にベルトがあることで逆さまにしても落下の心配がありません。ベルト部分のホックには甘味のロゴマークが刻印してあります。こちらの面にはファスナーポケットが2つ付いています。上の段を開けてみると中には仕切りが1つ、その仕切りの手前には縦型に収納できるカードポケットが2つ付いています。深さもしっかりあるのでお札が折らずにそのまま入ります。お札を入れてもまだ余裕があります。仕切りがあることでお札以外にもパスポートや通帳を入れることもできるんです。ちょっとした旅行にもお供できそうなバッグですね。カードはクレジットカードぐらいの厚さのものでしたら1つのカードポケットに3枚入れることができます。こちらに縦に収納していきます。まだ入れたい、多くのカードを持ちたいという方にはインナーカードケースがおすすめです。こちらは片面3枚、両面で計6枚収納することができます。こちらの大きさのものももちろんすっぽり入ります。下の段のファスナーポケットを開けると甘味のロゴマークがお出迎え。先ほどよりも深さが浅めになっています。そのため小銭を入れていただくのがおすすめ。ポケットの深さが浅いので小銭がとても見やすく取り出しやすいです。こちらのポケットに小銭をそのまま入れていただくのもいいのですが、こちらのガマ口仕切りポケット S サイズを使っていただくとより便利になるんです。しかもこちらの S サイズ1つだけではなく2つ並べて入るんです。そうすることで片方には小銭、もう片方にはスマートキーや家の鍵などを入れていただくことができます。もちろんファスナーもしっかりと閉まります。こちらのショルダー紐の調節もとても簡単です。引っかかりがなくスムーズに調節することができます。お色は全部で5色です。ダークブラウン、黒、グリーン、レンガ、
バニラ。縦長でお財布とスマホケースを兼ね備えた防水ポシェット。肩にかけたままお会計もスムーズにできる便利なアイテムです。おしまい。